競泳日本選手権兼東京五輪代表選考会第5日、7日、東京アクアティクスセンター。白血病を克服し、東京五輪の400メートルメドレーリレー代表に内定した池江璃花子、20、イコールルネサンスイコールが、今大会2種目となる女子100メートル自由形に出場し、54秒30の復帰後自己ベストをマークし、全体1位で準決勝進出。参考ながら400メートルリレーの派遣標準記録54秒42を早くも上回った。五輪の選考対象は決勝の成績で、個人では派遣標準53秒31を切って2位以内。リレーの派遣標準54秒42を切って4位以内なら400メートルリレーのメンバーとなる。もともと代表の可能性が最も高いと言われてきたのが400メートルリレー。本人はここまでの練習の成果を試す機会として100メートル自由形が個人的にはいろんな意味で楽しみな種目ですと大会前に明かしていた。1月の北島康介杯では55秒35をマークしており、そこから確実に上がってくる。どこまでタイム上げられるかとワクワクしていた。この日は午後5時58分から準決勝があり、8日の午後5時5分には決勝を迎える。